まあ、スタート。はい、じゃあ行きます。はい、皆さんこんにちは。ビデオグラファーの Y2 です。今日はですね、ゲストに来てもらってます。はい、皆さんこんにちは、さなまるです。はい、ということでさなちゃんに今日は来てもらっています。あとですね、今カメラマンやってくれてる小川春もいます。どうも、ビデオグラファーの小川です。頑張ります。はい、ということで今日はゲストのモデルさんが来てくれてるので撮影企画をやっていきたいと思います。よっ、めちゃくちゃ風強いんですけどね今正直。ということで今日はこのカメラを使ってですね、単焦点レンズとズームレンズで撮影対決をやっていきたいと思います。でルールとしては、この今ズームレンズをつけてるんですけど、これともう一本単焦点レンズがあるんで、小川春と僕でモデルのサナさんをそれぞれ違うレンズを使って撮影していくってものです。例えば小川春が単焦点レンズを使って、僕はズームレンズでそれぞれ10分間撮影していきます。で最終的に撮影したのを編集してサナに見ていただいて判定してもらいます。まあ、なんかなかなかね、基本的にその撮影対決とかもね、まあ、比べるってことはないと思うので、今回はちょっとねサナにがっつり見て判断してもらって、どっちがね撮影がうまいかっていうのと、あとは単焦点レンズとズームレンズのその撮影の方法だったりとか、あとはその絵の違いだったりっていうのも楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで今日使っていくのがこちらのルミックスの S5 Mark II X とですね、でレンズの方が単焦点とズームレンズ1本ずつ用意しました。でまず単焦点の方がこちら、はい、ルミックスの S Pro 50mmF1.4 レンズです。はい、でズームレンズの方が今つけてるんですけど、2470の F2.8、これも S プロレンズですね。なので、まあ、両方めちゃくちゃルミックスの最高峰レンズなんで、この2つをですね、まあ、比較というか、まあ、それぞれ撮影していって、まあ、どっちがいいか皆さん見ていただけたらなと思います。でちなみに今回は小川春の方がこちらの 50mm の単焦点を使っていきます。で僕はこのままズームレンズで撮影していきます。小川春がね、普段ね単焦点レンズあんまり使ったことないっていうことで、なので小川春は今回単焦点、僕はズームレンズってことで撮影していきたいと思います。じゃあまあ俺からかな、俺からちょっと撮影していきます。はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、やっていきましょう。はい、じゃあお願いします。タイマースタート。はい、じゃあまずね、ちなみになんですけどちなみになんですけど、喋ってる暇あるか分かんないけど、まあ、ズームレンズの良さは広角とズーム両方使えることなんで、結構それをね両方活かして撮影していきたいと思います。ここに、うん、立ってもらって、あ、いいね。で3-2-1でいつも通りこっちに向いてもらう感じ。じゃあ行きます。3-2-1。いいね。オッケー、ちょっとじゃあ次望遠で撮ってみるね。今と同じような感じでいきます。3-2-1。あー、かわいい。あー、最高。オッケー。じゃあね、今結構ね時間がねまだ昼間なんで、少し日の当たってる場所が少ないっていうことで、そこだけちょっと難しいですね。はい、あ、じゃあここにサナ、じゃあこうやって腰掛けて、でこんななんかちょっと遊んでる感じに、あ、いいね、そのうつむいてる感じ撮らせて一回。さあ、もうちょっとさ、こっちの髪さ上げれる？あ、オッケー、それで3-2-1。あ、いいね。
そしたらサナさ、なんか鼻歌歌ってるような感じでさ、ちょっと動きを。いきます。オッケー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 。そしたらさ、ここから歩いていって、で普通に歩きながら見回す感じで。オッケー、じゃあ行きます。3、2、1。オッケー。あとはちょっと場所変えようか。あと何分ありますか。あと2分です。やばい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 いいのはいっぱい撮れてるけど、動画にするっていうところで言うとちょっと全然まだ素材が足りないかもしれない。残り20秒です。あ、そうだ、一応今のじゃあおまけで、じゃあ、はい、おまけで15秒ぐらい、ワンカットだけ、ワンカットだ、はい、じゃあサナ手こうやって前でちょっと顔上げる感じ。あ、オッケー、いいね。お、いいっすね。オッケー、はい、ちょっと髪型は皆さん見ないでください。撮影今終わったんですけど、やっぱり10分間ね、めちゃくちゃ短いんで、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、まあもう撮影終わったらちょっとどうしようもないんで、まあ、反省点としてはすごい指示出しが雑だったのと、やっぱり撮影スポットがねすごい、まあ、10分じゃ回れないんで限定された場所で撮影してたんですけど、まあちょっとねバリエーションの少なさは目立つかなっていう感じですね。はい、でここからちょっと小川春にタッチしていいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、ということで小川春にバトンタッチしました。サナも寒い中ありがとうね。ということで10分間じゃあ行きます。用意スタート。お願いします。じゃあちょっとあそこ出ますか、通り。だいぶ陰ってる。いや、思ったよりやっぱ50ミリって価格狭いんだなって感じたの。そしたらここからこう歩いてくるところをちょっと前から撮ります。まあ目線はなんかこう東京来たなみたいな感じで、もう少し前からでもいいかもしれないです。ここぐらい OK です。そっからで行きます。3、2、1。はい、OK。結構今歩いてる、歩いたのもう一回ちょっと寄りで撮ります。若干下から抜きますね。いきます。3、2、1。うん、 OK。難しい。ここは単焦点ってやっぱり自分の距離変えないといけないから難しいね。どうしようかな。椅子むずいわ。ちょっと待ってね。あ、今みたいな表情いいかもしれないですね。ちょっと風感じるみたいな。あ、いいですね。その感じいただいてもいいですか。最初は正面向いててみたいな感じで OK です。じゃあいきます。3、2、1。OK。 めっちゃむずい。そしたらじゃあ移動します。
この辺の反射とか使いたいけどな。あ、いいっすね。そのやっぱモデルさんがもう優秀なんで、もうディレクションしなくても本当にもう助かります。今みたいな感じもらってもいいですか。いきます。3、2、1。うん、OK。 かわいい。試合にあと何分ですか。あとですね、5分半です。 OK です。ちょっとやっぱ50ミリって結構寄りがちなんで、引き目で取れたら嬉しいなって思うんです。なんかこの辺渡るところをちょっと引き目でできます。もう少し後ろからスタートでもいいですか。 OK。 3、2、1。オッケー。うわ、そんなに反射しない。光が欲しい。時間がないです。うん、そこなんか歩く感じもらってもいいですか。その、はい、そうっすね。ちょっと待って、全然聞こえてないのに言っちゃった。そう、ここまで、この辺まで入ってきちゃって。いきます。3、2、1。ゲイ。残り1分ちょっとです。やばい。サナさんの表情を撮りたい、はい、逆光でちょっと、じゃあここでいろいろ、そうですね、ちょっと表情いただいてもいいですか。そういう感じで、はい、じゃあちょっと FPV モード使います。いきます。3、2、1。めっちゃいい。いいね、いいね、いいね。ちょっと服装も撮ったりなんかしちゃいます。かわいい。 OK です。残り20秒です、はい、うわ、ちょっと20秒。そうだな、じゃ最後僕とすれ違いましょうか。さあって感じで、そしたらちょっと逆向きで。10、9、いきます。8、あ、5、3、2、1。あ、ピント。終了です。ピント合ってないんですけど、はい、終了です。終了です。はい、すみません、ちょっとお見苦しいところたくさんお見せしたと思うんですけども、僕普段やっぱズームレンズばっか使ってて、やっぱ単焦点初めて使ったんですけど、やっぱりここでね、変えられないもどかしさは結構あったので、まあ、そこがこう動画にどう出ちゃってるのかっていうのは、この後編集する自分もやっぱ気になります。はい、じゃあここから編集タイムということで、まあ少ない時間で編集して、最後サナに、ね、確認してもらって、まあ、どっちがいいかっていうのをね、サナの主観で選んでもらおうと思います。はい、はい、ということで、はい、編集終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、ここからね、サナにね、ちょっと見ていただいて、小川春と僕の映像でどっちがいいかっていうのをね、ちょっと判断してもらおうと思います。はい、ということで、じゃあサナさんお願いします、はい。完全に直感で選ぶからね。うん、直感で。恨みっこなしね。恨みっこなしで。いきまーす。ほー。はい、じゃあ1本目終わりました。はーはーはー、まあ、1個目。じゃあ 2個目ですね。はい、はい、いきます。あー、なるほどね。はい、はいはいはい、決めました。
早い早い、結構早い決めました。でもなんかそれぞれがテーマが全然違う感じ。あ、そうなんだ。なのと撮ってるものが全然違かった。ちょっと発表してから行きたいかな。発表してから、発表してからここはこうみたいな。あ、いいよ、はい、行こうかなと思います。はい、じゃあお願いします。私が選んだ動画はテケ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 、1番目の動画です。おお、もうこれ誰のか分かりましたおそらく Y2 さんでしょう。はい、はい、ですね。1個目が俺で、2個目がオバハルが作った映像です。悔しい、はい、悔しい。オバハルはめちゃめちゃスタイリッシュな感じで、こう都会ザ東京って感じがすごくあって、Y2 さんの方が自然、はいはい、なんかこう色が緑だったんだよね。あー、なるほどね。でもやっぱね、光の点は結構あったかもしれないまあそうだね、時間帯がちょっとね、変わっちゃったから、光のね、その撮れる範囲っていうのはだいぶ変わってた、ね、変わったかも、はい。あと個人的好きだったのは、こう視点がずっと固定されてること。うん、ずっと顔が真ん中にあるというか、何を見たらいいか分かりやすかったかもしれない。はいはい、あ、ポートレートの映像だからね、今回またね。じゃあ結構サナが見た感じだと全然違うものになってた映像。あ、全然違う。なんか、そう、ちょっとなんだろう、もう人メインと人と自然と空気とって感じで、我が春はテンポと音楽と、なんかこう面白い感じ、なんていうの、はい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 、テクニカル、足を映したりとか手を映したりとか、そう、テクニカルな感じだった。どっちもすごい良かった。難しいよ。ありがとうございます。このポジションマジ難しいよいやでもね、もうね、見てる人によってはねだいぶ違うだろうから、だからそこの素直な、ね、意見を聞いて、まあ、またねこの企画は何回もやろうと思ってるから、ちょっと次回また違ったね場所だったりとか、はい、人だったりとかテーマでちょっと撮っていこうと思います。あとこの動画見てる方もぜひ、あなたはどっちが良かったかね、コメント欄に書いてほしいなと思います。いや、ぜひお願いします。お願いします。はい、あの挑戦者求むなんでこんなんじゃダメだよってやつ、まあ、僕たちはね全然実力発揮できてないじゃん。小春はちなみにどうでした今回。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです、結果から言うと。あ、楽しかった、めっちゃ楽しかった。いろいろ言ってたけど、編集の時はうわーとか言ってたけど言ってた、ね、あと、僕は最後まで、ね、頑張ってたね。うん、あがいたけどまあでも、ね、やっぱ普段経験しない対象点使ったりとか、うん、まあちょっとこれから、この後ね、最後見るんですけど、僕は Y2 の、うん、はい、なんですけど、まあ楽しかったですね、総じて。はい、ありがとうございました。はい、まああのね、こういった撮影するとね、まあ本当10分って短い時間だったんで、まあ普段のね、その撮影スキルというか引き出しっていうのを試されるんで、まあ今後もね、まあ自分たちは勉強がてらしっかりこういう企画をいっぱい撮っていきたいと思います。はい、ということで今日の動画良かったと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。はい、再生。なるほど、全然違うな、いいな、なんかポートレートムービーだなって感じするわ全然違う。いや、ちょっとね、おもろい。もう一回やりましょう。はい、ぜひ